今回シューマイと餃子それぞれ種類の違うものをご用意しましたので、そちらから、はい、お味見していただいて、選んでいただくという流れになりますので、よろしくお願いします。はい、します。こちらまずシューマイですか。こちらが豚のシューマイで、はい、サイズが違います。はい、でこちらがエビのシューマイです。はい、あと最後に餃子。はい、お味見していただいて、はい、組み合わせを、組み合わせ、はい、選んでいただきたいと思います。はい、一応使ってないんですもんね、卵の乳は。はい、今ご用意しているものは全て原材料には卵と乳が入っておりますので、はいはい、ありがとうございます。アレルギー食材の入っていないものをオーダーしていた田中選手、ここからその組み合わせを決めていきます。ありがとうございます。うん、ありがとうございます。シューマイと餃子ですと、田中選手どちらがお好みですか。どうだろう、両方とも好きなんですけど、はい、まあ、でも球場で食べるんだったらシューマイの方が食べやすいんじゃないですか。そうですね、ね、しなっちゃってことがあるんでね、はいはい、あとは何個入れるかってことですよね。そうですね、組み合わせの種類と。何個ぐらいですか、目安は。目安はまあ3個で、個体差、大きいサイズのが入るとまあ3個がぐらいがバランスがいいのかなと。小さいものですとまあ4種類でもいけるのかな。ちょっと持ってみましょうか。そうですね、はい、じゃあ豚とエビで2個ずついいんじゃないですか。豚とエビで2個ずつ、はい、はい、豚は小さいサイズのですね、本ですね、はい、エビはどエビは黄色い方ですね、はい、こちらがリクエストあった形で回していただきます。バランス的にはいかがでしょうか。どうですか。色も違くて、ね、見た目でも楽しめるのかなと、ね、見た目はこちらですよね、はい、お子様ですとか、まあ、幅広い世代の方に楽しんでいただけるような。こう椎茸入ってますよね、黒豚の方。黒豚の方は出ると思います、はい、この見えてるのが多分そうですよね。椎茸抜きできます。僕は大丈夫なんですけど、椎茸でも椎茸嫌いなんですよ、息子。今のところそれかこっちでもいいんですよね。もう一個の方、この大きい方、大きい方、はい、こちらが今大きいサイズのシューマイ2個と、はいはい、エビシューマイ2個、はいはい、2つですね。インパクトは非常にありますね、はい、そうじゃないですか、これでいいんじゃないですか。大きい方と、はい、小さい方の組み合わせで、はいはい、どうせなら違う味を楽しんでいただいて、はいはい、こちらの、はい、組み合わせで、はいはい、ゲットさせていただいて、はい、よろしいでしょうか。はい、お願いします。ありがとうございます、はい、田中康介選手プロデュースメニュー、康介の3種もりもりヘルメットシューマイ。アレルギーのある子どもでもたくさん食べられるようにとボリュームにこだわった一品です。乳と卵抜きとか、はい、それを選んでいただきました。息子がね、その2つがアレルギーがありますので、まあ息子以外にもね、アレルギーを持ったお子さんたち、結構食べるものって、外に出た時って結構困るんですよね。その時にやっぱり球場でもね、食べてほしいという思いが、あるので、アレルギーがの方でも食べれるようなっていうのは、考えています。ぜひ球場へ足を運んでいただいて、僕のプロデュースメニューを食べてください。よろしくお願いします。康介の3種もりもりヘルメットシューマイは6月7日からマツダスタジアム飲食売店ビクトリーカープで販売開始です。